はい、こんにちは、今回もお便りからお読みしますね。ありがとうございます。武田様、いつも楽しく武田サロン拝見しております。東京在住べっちゃんと申します。こんばんは、べっちゃん。ゴーフィッシュ製品との出会いはだいぶ前に釣り具屋さんでスルスルタケちゃんやチヌボンボンを購入した時に遡ります。その後、イソヒラに丸型アンバサダーを乗せた男前なタックルで挑む武田さんの姿を見て、DVD で見て感銘を受け、僕自身は都市型河川でアンバサダーを使ってトップでスズキを狙ったりと、いつも武田さんの世界観に触れながら楽しく釣りをしております。ありがとうございます。さて、今回は僕がよく通う場所で晩秋からカマスがよく釣れる時期がありまして、うまく攻略したいと考えているのですが、ロッドセレクト、パーセブンかカモメトレイル 60ML やカマサーのカラー、サイズセレクトなど、カマス釣り全般についてぜひご解説いただけると嬉しいです。ありがとうございます。カマス、カマサー、また時期が近づいたらと言いましたが、早速その2でございますので、もう少しね、カマスのお話を、べっちゃんさん、せっかくご質問いただきましたので、おおよそは、その位置をご覧になってお分かりいただけたと思うんですが、まあ、踏み込むも何もないんです。いて釣れるとき非常に簡単に釣れますから、まあ、そのあたりを踏まえてね、まずは竿。これはもう皆さん、はい、泣く子も黙る UL76 パーセブントルザイト、もうこれにつきます。カマス釣りはぜひ使ってみてください。何とも言えず気持ちいいです。そして、まあ、書いてもいただいてたんですが、これね、カモメトレイル 60ML、 これも非常に手軽に遊べます。まあ、小学校どうかな、7歳8歳ぐらいでちょっと釣りができるお子さんぐらいから、中学生高校生、まあ、高校生はもう大人かなぐらいの子供たちには非常に多分使いやすいと思います。そして、69M、69カモメトレール、まあ、この辺りももちろん使っていただきます。要は、まあ、B04 から06ぐらい、まあ、08でもいいですけど、まあ、何分ルアーが小さいので、これね、これ50ですけど、まあ、一番は僕パーセブンがやっぱり使いやすいと思ってます。もう長年そうですし、僕は PE0.45 にパーセブンというセッティングです。よっぽど大きいカマスだけを集中的に狙いに行くときは、まあ、0.4でいいんですけど、まあ、あえて0.6にしたりね、まあ、リーダーをちょっと2号ぐらいに太くしたりしたすることもあるので、標準は PE0.45 にリーダーは 1.5号。これね、あんまりね、カマスが歯が鋭いといって太すぎるリーダーもね、あんまりいいとは思えないですから、やっぱりバランスがあるので。リーダー切られるって言うでしょ、カマスね。あれなんでか言うときましょうか。いらんことするからなんですよ。こう引いてくるでしょ。僕いつも投げて巻くって言うでしょ。着水したらすぐ巻く。これでいいんです。で、どうしてもね、まあ、釣り、まあ、初めて何年かしたらね、やっぱりこうちょっとキャッキャッって やってまうんですけど、こういうね。確かに効くんですよ。こういって止まってる時に食うパターンもあるんですけど、でもね、ちっちゃいミノーなんかでやると、糸をルアーが追い越す時があったり、妙なたるみが水中でできるんですけど、そこにカマスがアタックしてきて糸も簡単に切られるんです。だから直進、スピード調整とわずかなレンジ調整だけでぜひ釣ってください。まあ、これが、まあ、肝というか基本的な釣り方です、ね。おかげさまでスタイルと言っていただくんでありがとうございます。もう嬉しいですね、分かってもらう人がいてて。まあ、実はこのカマサを、まあ、作るようになって、まあ、特になんですけど、武田さん昔から、まあ、雑誌の取材もそうですけど、夏を過ぎるとカマス釣りが大好きで、昭和の頃はね、まあ、大体決まった人が夕方になると来るっていう場所が大体ありまして、すごい楽しかったんですよ。で、まあ、同じようにいろんなミノをね投げてたんですよ。まあ、途中からこれができたんで、もうずっと僕これ使ってますけど、一番の
肝は、まあ自慢じゃないですが、これほど長きにわたりカマスを追いかけているアングラーは、まあ、僕を置いて他にはないと自負しておりますので、あえて申し上げますが、カマスが釣れる釣れる言うでしょう。もちろん他のミノも釣れるし、ワームも釣れるんですよ。ただここは非常にまともなこと言いますけど、今日本中どこ行っても多少の田舎行ってもですよ、あまり何も考えずにミノを投げてただただ引くだけで日中釣れる魚っていうのはほぼ少ないです。たまたまはあってもですよ、たまたまスズキ釣れましたとか、たまたまチヌが釣れましたとか、すごくいい状況で昼間からアジが湧いてますとか、まあ、そんなところにまあお住まいの方とかたまたま出くわした方はいいですけど、例えば大阪近郊にいてて、じゃあ真昼間どっか夕方でもいいですけど、ごく簡単に何か釣ろうというとまあないんですよ。カマスは実はすごくそういう意味では貴重な魚。もちろんカマスはどういう、まあ、回遊というかルートで来るかというと、毎年決まって接岸します。ある時期になったら餌につくから、で何か所か、まあ、その年によっていい場所悪い場所はあるんですけど、大昔から接岸する場所というのは大体決まってます。で今年はどこがいい、朝がいい、夕方がいい、まあ、そんな話になるんですけど、一度入ったカマスは、まあ、魚全般そうですよ、大半そこにいます。そんなね、あっちこっちね毎日動いてるわけじゃないんですよ。問題は魚が浮いてるか下でじっとしてるか、ちょっと深みでね、その差なんですよ実はシーズン中は。でなぜカマスかというと、一番の好時合、まあ、特に朝マズメ夕マズメですけど、をいかにシンプルにエキサイティングに、まあ、たとえ短時間でもどんだけ遊べるかっていうのが、僕が提唱しているこのカマスの釣りの一番大事なところです。例えば一度港に入ったカマスは日中もいるんです。船の身を筋、スロープの駆け上がり、港の中の小さな港であれば最深部、テトラの影、いるんです。日によっては目視もできます。ただ口を使わない。それをもちろんですよ、ジグタン、小さいワームのジグタンとか、あとキャロなんかね、沈めて、そこへ沈めて釣っていく、ちっちゃなメタルジグを沈めて釣っていく。でこれはパターンとしてはいいんです、全然。ただこれ釣り全般の話ですよ、何でもかんでもそれをしていくと非常に釣り自体がつまらなくなります。何でもかんでも釣ったらええんやんって言われたらそれまでやけど、でも違うんです。僕らやっぱりルアーで釣りたいし、人間様の遊びですから、自分が思うプラン、できるだけ手軽に自分が楽しく遊びたい、そういう意味で好試合だけをいかにうまく釣っていくかっていうための遊びですから、もちろん武田クラフトワームいっぱい出してますけど、決して、僕がワームでスズキを釣ったり他の魚を釣ることはあんまりないです。ワームでしかやっぱり釣りにくい魚がどうしてもいる。メバル、アジ、一部根魚、まあ、チヌのトレーラー、まあ、このあたりですよ。でもできることならメバルでもアジでもそれはプラグで釣ろうが楽しいんです、やっぱり。でも、まあ、これはまあ僕はとつけますよ、メバルアジに関して年中プラグだけでやる人今増えてます。いや僕素晴らしいなと思います。ただどうしてもって時が非常に多い。だからワームを対応します。一点スズキを狙いに行く、いてんのになかなか食いそうでないな、そういう場合でもワームは使わないんですよね。まあその辺は自分なりの線引きがあって、でカマスもそうなんです。別に沈め、ワームを沈めていって釣れればそれでいいんですけど、もちろん効率は良くないし、まあ、それで爆釣するパターンはありますよ、あるけど誰でもできないし、もちろん引っかかるし、そういうことよりは向こうから餌を追いかけてきてくれるタイミングにいかに簡単な方法で釣るか、
これがコンセプトですから、皆さんここを理解していただきたいと思います。だから同じように竿にもこだわってほしいし、いろいろね、道具なり身なりね、まあライトゲームに関してね、あんまりかっこいいっていう概念は実はそんなないです。おしゃれにとかね、手軽に、僕はそういうつもりでやってます。反面平鈴木釣るとかウェディングして鈴木釣りに行くみたいな時はやっぱり、まあ、昔ながらのかっこよさを僕はやっぱ大事にしてます。青森行く時もそうです。やっぱりその辺のバランスが釣りの中ではあるので、僕の中ではいわゆる中物と小物、この2つの線引きははっきりしてます。それがゴーフィッシュと武田クラフトの違いでもありますから、ぜひですね、まあ今の話を聞いてなるほどと思ってくれた皆さん、まあよくご覧いただいている皆さんはなるほどと思ってもらってると思います。なので鎌沢でぜひ鎌沢釣っていただきたいなと、まあこれが、コンセプトというか本心でございますので、ぜひ、もう言ってる間に7月には新色が出ます。これ違いますけどね、新色が出ますんで、よろしくお願いしますよ。さあ、べっちゃんお分かりいただけましたでしょうか。ぜひトップで鈴木やってください。ね、まあ、釣られてると思うんですけど面白いから、結局まあいっぱい釣ったはいいんですけど、どれぐらい楽しかったかが多分大事なので、まあ、時代が違ってね、いやそんな武田さんなかなか釣れへんからあの手この手でやってんのにっていう人多分いてると思うんですけど、あんまりやりすぎると釣りが面白くなくなってきますから、なんかね、なので、基本的にはルアーの釣りっていうのは非常に、軽快シンプル楽しい釣りですから、まあ、そういう思いもあって鎌沢今年もガンガン行きたいと思いますね。まあ、早くねもう自由になって、まあなんかどうなんですか、また動けるようになったら高速無料化とかなるんかな、なってほしいですね。そうなると、普段会えないねとこにいてる人たちとまた交流できるなと思ってるんで楽しみにしてます。というわけで鎌沢その2のお話でした。